皆さん、こんにちは。今回は、列車と電車の違いについて、多分小学生でもわかるように解説していきます。では、早速見ていきましょう。さて、早速ですが、皆さん、このように思ったことはないでしょうか。おい、列車と電車って何が違うんだよ。どっちも同じじゃね。こんな感じで思ったことはないでしょうか。実際、ウプ主のおっさんもこのように思っていました。確かに、都会であれば、鉄道は 100% 電気で走るタイプとなっているため、どちらも同じ意味にはなります。ただ、世の中を広く見ると、列車と電車は一致しないことが結構あります。さて、言葉の意味について見ていきましょう。まず、列車とは、こういうことです。まあ、要するに鉄道すべてだな。列車とは、鉄道として走る車両のすべてを指すみたいです。また、車両が複数連結されていない、田舎のローカル線のような1両編成の場合でも、言葉的には列車でない感じがしますが、法律的な扱いでは列車になるとのことです。一方、電車とは、こういうことです。電気のパワーでモーターを動かして走る鉄道車両のことだな。電車とは、列車の中でも、電気というエネルギーを使ってモーターを動かして走る鉄道車両のことを指します。なお、電車ではない列車としては、トラックやバスなどと同じように、軽油という燃料を使ってエンジンを動かすタイプの機動車、あるいは貨物列車のように、自力では動けない貨車を引っ張る機関車方式などがあります。まあ、列車と電車では、このような違いがあるというわけです。さて、これに関連する話になるのですが、JR では、列車と電車は、少し違った意味で使い分けています。東京、大阪の場合、特に、複々線の区間では、近距離区間を走る路線を電車といい、郊外まで走る長距離路線のことを列車といいます。具体的には、山手線、京浜東北線、中央総武線各駅停車などは電車といい、東海道線、宇都宮線、横須賀線、総武快速線などは列車というとのことです。その理由は、昔の事情にあるみたいです。かつて、長距離路線はすべて、汽車ポッポ、つまり、蒸気機関車が客車を引っ張る方式でした。一方、都市部の近距離路線は、スタート時点から電気で走る電車でした。そして、複々線区間では、長距離列車と近距離電車が走る線路が昔から別々だったこともあり、昔の国鉄はこのように言いました。わかりやすくするために、それぞれの線路を列車線と電車線と呼ぼう。こうして、長距離列車が走る線路は列車線、近距離電車が走る線路は電車線と呼ばれるようになりました。例えば、東京地区の東海道線の場合、東海道線の線路は列車線、京浜東北線の線路は電車線となりました。なお、国鉄時代、東京、大阪の周辺で近距離電車がたくさん走る区間は国電区間と呼ばれていたみたいです。まあ、国電というワードは今では完全にオワコン化したのですが、その名残は今でもあります。それが電車特定区間というエリアです。電車特定区間はそうではないエリアに比べて運賃が安く設定されています。まあ、とにかく、電車というワードは、もともとは都会を示すようなワードでもあったみたいです。なお、列車と電車の使い分けは、路面電車が走る地方でもあるとのことです。地方都市の場合、電車とは、市内を走る路面電車のことを指し、列車とは、JR 線のことを指すみたいです。さらに、JR 線のことを、汽車という人もいるみたいです。その理由について、汽車派はこのように言いました。JR 線は昔、電化されていなかったべ。JR 線の場合、数十年前までは電化されていないところが地方には多く、さらに、今でも電化されていないエリアもあるため、石油か石炭を燃やして走る列車の路線ということで、汽車というワードを使っているみたいです。まあ、そんなわけで、列車と電車の意味の違いについて、わかっていただけたでしょうか？以上、列車と電車の大雑把な違いについてでした。なお、この動画には、間違った内容や、作成したおっさんの意味不明な想像が含まれているかもしれませんが、この辺は許してくださいね。じゃあ、今日の授業はここまでとします。
気に入った方は高評価をお願いします。またチャンネル登録もお願いします。